井上真でございます。ノーミルク佐藤です。ミルクサッカーアカデミーでございます。本日もありがとうございます。ドン出ました。おっとビルトとプレビューですか。今日はどうでございます。やってまいりましたね。ジェツ・ジェスリーの17、10節があるんですね。そうでございます。もう週末が来ましたか。早いですね。夏ですね。早いですね。ねまあ、梅雨に入っていくということでございますけれどもね。はい。はい。どうなるでしょうか。まあ、代表戦がね、うん、ちょっとまあ真裏というか、同じ日に行われたりもするんで。盛り上がってますからね。いろいろ、なんかいろんな変更もありまして、日本代表同士がやっちゃうんじゃないのみたいな話とかね。そうですね。我々これね、結構早い。6月1日に撮ってますっていうのそうだ。今日出てるのはこれいつぐらいだろう。これ多分6月のね、3日の夜。うん、3日に。ああ、そうですか。ね。はい。そうか、そうか。ってことになので、今日代表戦やってたってことですか。そう、今ちょうど代表戦やってるタイミングでこれ出してるかなと思います。なるほど、なるほど。どうなってんですかね、はい、盛り上がってんですかね。はい、はい。まあ、我々多分ね、同時視聴もやってると思う、うん、そちらもよろしくお願いします。盛り上がって今やってますからね。はい。まあ、ということで、まあ、週末に行われるんですが、はい、Jリーグだけじゃなくて、うん、やっぱりヨーロッパとかもう各所、国際 A マッチウィークということになりますので、うん、一部リーグはやってません。はい、はい、はい。で、まあ、だから2週間半ぐらいお休みになるんで、そうなんだね。ミニキャンプかな。うん、そうなんだからね、うん、ルヴァンとかはあるんですよね。ああそうか、リーグだけないだけで、ね、そんなんじゃないんだね。そうか、そうなのよ、そうなのよ、はい、うん、ってことで本家のトトさんの方では、はい、ルヴァンも絡めた上での予想という予想大会ということになるんですが、なるほどね。まあ、ミルトトの方ではルヴァンは扱ってないっていうのもあるんで、うん、今回は J2、J3 からやらせていただきたいと思います。なるほど。ミルトトっていうのは何なんですか先生。っていうことで、じゃあ、それはマーさんお願いします。うん、ありがとうございます。出しちゃう、出しちゃう、次出しちゃう。あ、そうですね、はい、こちらでございます。ドンということで、毎回説明させておりますが、ミルトというのはミルクサッカーアカデミーが行っております、疑似トトカルチョゲーム遊びでございます。ということで、先生、ノミルク佐藤先生、クレイジーデータマン、かっこ褒め言葉が作り出した、人工 AI でございます。はい、ミルトトくんがですね、毎節、指定試合のですね、結果をパーセンテージでこれから予想してまいります。はい、ミルトト君が予想してるんであって、うん、先生とか僕が予想してるんじゃないので、そこはあしからず怒んないでね、ということでございますけれども、はい、ミルトト君の構造計算式は左下に書いておりますが、頭の悪い僕たちには全くわかりませんということで、先生がぐんぐんね、こうビッグデータをここに取り込んで、ぐんぐんミルトト君のね、精度が上がっているということで、はい、しかもこの概要欄からですね、サイトに飛んでいただくと皆さんもご参加できる投票権がございます。皆さんの、順位なんかもそこにバババッと毎節ごとに出ておりますということで、はい、ぜひご参加くださいねということで、よろしいでしょうか、はい、先生ね、よろしいでございます、はい、ありがとうございます、はい、うん、さあ今週はどんな感じになってるでしょうね。はい、はい、ということでこちらからいきましょう、うん、対象試合とパーセンテージをですね、はい、はい、ということで J2 から今日は行きたいと思います、うん、こちらです。はい、飛んでた。はい、水戸君の予想も一気にと、はい、はい、ということで今日はですね、木曜、これ6月3日の木曜日に出してるかと思うんですが、はいはいはい、なんで3日木曜日に出してるかっていうと、うんうん、まあ、一応これプレビューも兼ねておりますので、うん、なんと近畿あるんですね今週。ああそうかそうか、群馬対水戸という群馬水戸、北関東ダービー、はい、北関東ダービーが4日金曜日に行われるということで、うん、なるほど、これはちょっと前日には出さなあかんなというところで木曜日に寄り出しております。先生はありがとうございます、いつもね、ありがとうございます。ということで今回はですね、群馬水戸戦とあと山口愛媛戦を除いた、うん、残り9試合が J2 での、まあ、飛んでみることに該当する試合となっております。先生はこれ該当試合どうやって選んでるんですか、いつも。ですね、うん、基本的にはトトと会うようにはしてる。ああ、トトがそうなってるわけね。そうそう。で、大体トトから1試合減らして、J1 1試合減らして、やっぱ J3 も見てもらいたいっていうのが、ね、J3 を増やしてってことで。ああ、なるほど。どういうことですね。いろいろ考えていってくれて、はい、嬉しいです。ありがとうございます。いつもね、本当にね。いえいえ。でただちょっとね、この今回 J2 だとその群馬水戸戦と山口愛媛戦、はい、山口愛媛戦も結構土曜日の早い時間に行われるっていうのがあったので、はい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 、この2試合だけちょっと覗かせていただいて、その分 J3 を多めにさせていただいたという形でございます。ですか、はい、なんかこうパッと J2 見た時に今週はこれ極端な偏りがないですね、これね、イーブンゲームみたいな予想が多いですけれども、70%とかがないですよね、本当ですね。 30% 分け合いがすごい多いですね、まあ、そうですね、まあただその中で一番、まあ、ごめんなさい、偏ったのが、ほんとごめんなさい、栃木京都、しゃー先生のバカ、あ、先生のバカじゃない、ミルトト君のバカ。でもだから過去のデータからすれば、あ、京都はそう調子いいしな、っていう形なんですよね。相性で言っても京都が3勝、うん、1分け、実はね、相性だと栃木の方がいいじゃないですか、緑でしょ。ただ最近だ
と話は違うんですよ、ね、あ、キンキンの相性とかもあるわけ、うん、そう順位もあるしな、そうなんですよ、ね、あとね去年だとこれ話が別で、うん、だったんですけど、うん、今年の京都はアウェーが強いという、なるほど、そういうのもちょっと入っちゃってるんだなというのはありますね。なるほど、これでもただね、まあ、あくまで予想だし、これね数学的に考えた予想ですから、これそうです、ね、ここをどう覆していくかがサッカーですからね、これ楽しみですからね、うん、過去のデータからしたら京都なんだけど、はい、果たして、はい、特にね、あの三國選手が来てからのデータってあんまり反映されてないですから、なるほど、それだけね、あの彼の分がどれぐらいこうね、いわゆる勝ちにつながるかっていうのもちょっと楽しみで、そういうことでございます、はい、うんうん、あと今回で言ってやっぱ上位陣からも見ていくとすれば、はい、まあ、上から3つ目、はい、甲府新潟ですね、うん、まあ、ここもあの5位対1位という対決ですと、うん、で実はやっぱ今年の成績だけ考えたら相当新潟でもともとこれ、あのいわゆる今季の成績とかだけ考えたら新潟やっぱ 50%60% あったんですよ、うん、だから相性面とか入れていくと実は甲府がじわ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 戻してきてっていう、ね、こんな成績になりましたと。ただ今年新潟はね、まあ、ヴェルディとか含めてここまでなかなか相性としてよろしくなかったところ相手にこう勝ってきてるってところもあるので、うんうん、さあ甲府はそのね相性の問題はさあどうなっていくかっていうのがちょっと面白いところがあるかなと思います。ほうほうほう、そしてその下ちょっと面白いチームがあるんです、うん、面白い、松本 vs 町田、はい、今日また我々私ね、うん、普段アベマ TV で放送、うん、配信されている、うん、ゼルツクね、はい、ゼルビー明日のプレビューを担当させていただいてるんですけれども、うん、ちょっとねその中で町田のデータよく見ると、うん、ちょっと面白いデータが出てきたんですよ、うん、上位陣に強えの、うん、順位的イメージあるよ、でもまあ、この間新潟にも勝ったところですね。ただ、実は順位的に言うと、あまりまだ芳しくないチームに負けやすいんです。はあ、なるほど。もったいないね、それはね。そうなんです。せっかく上をね、叩いてやってるのに。となると、うん、あくまでこれは、お互い間のチームの強さとか関係なく、うん、あくまで今の順位だけで言いますけど、うん、松本としては狙い目ですね。ああ、なるほど。そう。あーパーセンテージは町田の方が上なんだけど、うん、ここは松本ちょっと狙えるポイント、そういう面でおいてはね、なるほど、あくまでね、うんうんうん、あくまでですけ ど、 なるほど、ね、ただ一つちょっと気になるのが、はい、町田最近実はお怪我の選手がちょこちょこ出てる、うん、そうですか、他の選手やらね、うんうんうん、何やらという奥山選手、そこは気になるよ、はい、なるほど、そしてその下、うん、北九州対岩田、うん、ここも結構ばらつきがある対戦にはなってるんですが、うん、ちょっとね北九州としては一個問題があるんですよ、うん、針谷武明選手がこの試合に出られないんですね。岩田からのレンタルの選手なので、うん、契約上出られないということになっちゃう。そういうことね。なるほどね、うん。なんで、強いチーム相手にスタメン1枚掛けということになりますが、うん、ただ、北九州って、ね、去年、一昨年ぐらいからずっとそうですけど、ちょっと、清水要素の強いチーム。うん。となると、選手はじめね、そうなんですよ。うん、あれ清水 vs 岩田に見えてきたぞっていうふうになると静岡ダービーの予想もこの中に入って予想もちょっとあるんじゃないのかな、あー確かにね、だそこで高橋大吾岩田戦で見せるとかちょっとあるんじゃないのかな、うん、なんか前節も決めてましたしね、そうなんですよ、はい、ちょっとそのあたりも楽しみだと、うんうんうん、そして、うん、秋田 vs、うん、琉球、琉球が高いですね、パーセンテージが、そうなんですよ、まあ、上位ですしね、3位、うんうん、まあ、これ分かりやすくポゼッションしたい琉球と、うん、でボールは手放して問題ないよって思ってる秋田ですから、うんうん、もう完全スタイルウォーズの一戦がどんな感じになってるかも楽しみですね、はい、あと気になるのがその下なんですよ、うん、相模原長崎、うん、我々からするとこれ1日に撮ってるわけなので、今朝就任した相模原新監督、高木拓也さん、いやー今度相模原なんですね、そう、はい、なんとその初戦が古巣、はい、わあ本当だ、かつてね率いていた長崎との勝負というのが、これは何の因果かね、そうですね、はい、これパーセンテージは出したんですけど、うん、やっぱ新監督になるっていうのがあるのでちょっとデータ関係ないし、なるほど、初対戦ですから新監督モチベーションブーストありますからね、そうなんです、選手たちももうね競争が横一列に戻りますからみんな頑張るというね、はい、だちょっとここがどうなるかはわからんぜといったような感じになっておりますと、まあざっくりね、まあ前者より触れてるとちょっと時間なくなっちゃうっていうのもある、まあこんな感じでときますけれども、実はこんな感じでございます。ありました。あと
はい、ぜひご参加ください皆さんもね、はい、はい、そして続いて J3 でございます。こちらでございます。なるほど、対象試合は青になってるとこね。はい、まあでもちょっと対象試合じゃないんですが、ここから行きたくて、YSCC 横浜 VS ガイナーレ鳥取。絶対に皆さんダゾーンで見てくれよな、見てくれよな、ね、なんでですか。で私実況なんですこの試合、ね、そうなの、見る赤でも同時視聴やるのでよろしくお願いします。いやちょっと軽く見どころなんか先生教えてもらっていいですか。今勉強中なんですけど、もちろんこれね、すごいのか、はいはい、今 YS の、うん、YSCC 横浜の皆さんの表情がちょっと自信みなぎってる感あるんです。これはそう、確かに YS 来てるんですよ今流れが。そうなんですね、はい、この間、うん、流通経済大学相手に、あ、そうですよ、天皇杯で、ね、天皇杯で勝ちまして、うんうん、その流れを持った上でアウェー岐阜に乗り込んだら、うん、そうなんです、なんとアディショナルタイム勝利、ね、そう、しかもブザービーターゴールみたいな、そういうことな、乗りに乗ってるわけですね今ね、勢いが。そうなんですよ、はいはい、そしてソームに戻ってきたってことですから。そうなんですよ、はい、でただそこに相手するのが鳥取で、うん、こちらはね、キム・ジョンソン監督が就任して、はい、まあ、これが2試合目かな、ね、になるんですけれども、はい、うん、でただ1戦目は、ね、負けてしまったってのがあるので、3戦で負けてしまいました。そうなんです、うん、だから流れっていう要素だけ見たらちょっと YS の方が上になっていて、うん、そうですね、はい、その分がこうやって上回ってきてるんだけれども、うん、果たしてねどうなっていくのか、まあ、新監督ブーストはもちろんね、先ほど言いましたけども鳥取にあるわけですから、うん、鳥取にはね、ですね、うん、ブーストと今の勢いとがどっちは、まあ、いやーそうですね、これからの勢いつけていくためにも大事な両チームにとっての一戦となりますね、うん、間もなくキックオフです。いや本物聞くことができたな。頑張ってやります、ぜひね、はい、 まあ、ちなみに言うとお互いね、サイドからの攻防が多くなるかなと思うので、うんうん、サイドの、両サイドでのデュエルにこう注目していただけるといいのかなと、はい、分かりました、思っております。はい、はい、両チーム注目選手なんか誰になりますかね、これね。いやでもやっぱりね、うん、今ちょっと見たいよねっていうところで言ったら、うんうん、やっぱドカ選手ってちょっと言いたくなるな、ね、天皇杯の決勝戦決めたのもドカ選手ということですから。そうなんです、ね、そうなんですよ、うんうん、でチャールズ選手、ね、ポニーフェイス選手の弟さんね。そうですね、うんうん、で今その調子いい YS って状況を迎え撃つ鳥取になってしまうので、うんうんうん、そうなってくるとやっぱゴールキーパーよね、鳥取からしたらね、田尻さんとかになってくるのかなというところでございます。なるほどね、ミルトザ君の予想的にはまあもう三つどもえじゃないかということですね、はい、そう、ややドローが大きいですけど、まあまあまあ大体そんな変わんないかな。なるほど、今楽しみでございます。一番いい席で見せていただきます。そうですね、はい、いや楽しみですね。そして、はい、注目なところで言うとこれビッグなデータとして残っているのが、はいはい、うん、鹿児島さぬきと、熊本沼津、うん、なんと鹿児島熊本がそれぞれの対戦相手に未だ負けなしと、負けなしというか全勝ですね、相性的に言うと。本当だ。で特に分かりやすかったのが熊本沼津で、まあ、だからこそ沼津頑張れっていう話になるんですけど、うんうん、熊本は相性的に沼津に負けたことがない、まあ、むしろ全勝だけじゃなく、実は沼津今年アウェー全敗中なんですよ、うん、ああそうです、そうなんですよ。というか分かりやすいのが沼津ホームが4試合やって2勝1分け1敗なんですよ、うん、でアウェーが4敗、はい、っていうことでアウェーのその今流れの悪さを改善することができたら沼津は多分ね上位に上がってくるのかなと思うんですが、まあとはいえ熊本がホームも相性もいいっていう状態ですから、ちょっと沼津からしたらちょっと苦しい相手にはなってしまうのかなというところですね。そうか、さてそのあたりがどう、これでもアウェーでね熊本から勝ったら流れつきますからね。そうなんです。ただ熊本もいいチームの勢いあるんでね今ね、いいですからね。まあ、J1 はまだね、ちょっとまだ無敗っていう、その川崎フロンターレというとんでもないチームありますが、J3 はこれでもうね、全チーム1回負けたかなっていう形にもなってるので、まあ、今回富山がお休みっていうのもありますけど、まだね、1敗のこの熊本マートはどこがこう止めていくのかというのも、ちょっと注目ポイントにはなってくるのかなと思います。はい。あとはちょっと対象外の試合になるんですが、気になってる試合が1個だけあって、はい、福島、岐阜。あこれはそうだね、3位と4位だから、うん、そうなんです、うん、これどっちもいいんだよ。で、まあ、岐阜この間負けちゃったけども、いいそうなのよ、悪くないんですよね、悪くないのよ、福島なんかいいんですよ今ね。
あとちょっと実はこれ、あの世の中の皆さんどうかわからないけど、はいはいはい、僕としては去年一番覚えてるカード、あの、うん、海外含めた上で一番覚えてるカード僕ここなんですよ。はあ、あれどういうゲームだっけ。あれです、あの内容の前に雷雨、雷雨だ、はいはいはい、あの岐阜の皆さん福島に一回行ったんだけど、うん、雷雨中断で一回やんなきゃいけなくなった、うん、そうだ郡山開催だそうなんだ、ね、はいはいはい、そうだそうだ、この間そうなんだ、はい、で因縁っていうわけじゃないけど、うん、その時あんまりねちょっと 雨もちょっと多かったりとかで、ね、なかなか岐阜があってのがありましたから、はいはいはい、今年こそこうすっきり勝ちたいっていうのはあると思いますので、うん、そのあたりもちょっと楽しみに見てもらいたいなと思いますし、はい、僕はやっぱりこう岐阜、例えば甲斐選手とか三田選手 VS、うん、イスマイラねえ、このあたりもちょっと注目に上がるのかなとは思いますね。止めれるかっていうことですね。そうです、ね、両エースに対ね注目ですね、はい、この川西選手とね、あと今年はね、うん、あの福島ちょっとディフェンスの皆さんのいわゆるデータがめちゃくちゃ良くなってきてたりしますから、うんうんうん、そこをこう川西村田あたりがこうどうね突破していくのか、そのあたりもご注目いただけたら、両エース金髪っていうことでよろしいですか。いいですね、そういうことですね、そういうことですね、はい、はいはい、ということでございました。わかりました。楽しみでございます。一応ミルトト君的に言うとこんな感じの予想にはなるのかなと思います、はい。負けないでくださいよ、皆さん、ミルトト君ごときにね、これ人間様の力を見せつけてあげてくださいよ、これね。そうですね。ミルトト君はね、はい、そのなんかこう、わびさびみたいなのはまだインプットされてませんから。いや、そうなんですよ。人間の情とかね、こう、感情の流れ、バイオリズムみたいなね、まだミルトト君分かってないですから。はい、そうなんですよ。ただちょっとミルトト君とは違うんだけど、うん、最後ちょっと表紙に戻させていただいて、うん、はい、ラストね、このタイトル、うん、補強争点、補強争点書かせていただきましたが、あの要は、うん、まあさ、これ6月入りました、うん、はい、ついにね、なんかちょっと遺跡やらなんやらの足音がといいますか、そうなんです、匂いがしてまいります。約1ヶ月ちょいするとウィンドウが開くので、うん、はい、だいたいウィンドウが開く1ヶ月ぐらい前からはだいたい、うん、あのもう各チームの皆さん動き出してきますから、うん、だから今出てる方々、今ね各チーム J2、J3 で出てる方々はやっぱ J1 とかね海外のチームが持ってったりすることもあるだろうし、なかなか出れてない方に関してはこう他のチームがこう引っ張ってったりだとかもあると思うので、うんうん、ここら辺からこう誰が出てる出てないとかってのは結構やきもきする時間というか日程が始まっちゃうのかなと、まあ、そうか、見てる方からしたらいろんなヒントがメンバーにこもってるんじゃないかなということ、うん、ということでございます。ありますわね、うん、なるほど、わかりました。じゃあ皆さん予想待ってますよ、はい、お願いします。下の、概要欄からですね、リンクで飛んでいただいてぜひ一度参加してみてくださいね。お願いいたします。まだ、うん、その節別のね全問正解者はたった一人、一人、何さんだっけ、ごめんなさい、今出てこないけど、一人、あなた、そうだ、ごめんなさい、何かを差し上げますからね、はい、はい、ということで連絡お待ちしておりますので、連絡が来ないんですそうなんですね、はい、ダメですね、くださいよ。 J2、はい、第17節、 J3 第10節は今週末だ。マーさんもファイトだ。 Look at me いいじゃないでしょ、いいじゃないですね、はい、J リーグ、はい、ありがとうございました。ということで、ミルクサッカーアカデミーではね、いろんなサッカーの話題、もっとサッカーを楽しむためにね、日本全国満員になるようにいつかね、そうやっておりますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです、うん、チャンネル登録並びに高評価ボタンで応援してください。あとは新たなね、はい、奥座敷コンテンツ、メンバーシップコンテンツも生まれましたので、そうなんです、ね、収録の裏側大公開ってことを毎週月曜日あたりね、はい、やっていこうかなと思いますので、あとは収録のね、はい、日曜日分の配信をアーリーアクセス券ということでね、はい、生配信し、生配信限定生収録裏側名前は整理します、公開収録ね、いろか公開収録、はい、他のいろんなね特典もございますので、ぜひ聞いていただきたいと思います、はい、それではまたね。では良い週末をお過ごしください。それではありがとうございました。代表どうなってるかな今。あ、そうだ、オリンピック代表、ね、頑張れ、代表も頑張れ、たけーやーねー、ゆきなりいいシューマイ食べてこよう横浜で